筒香が骨折、メジャー昇格に黄色信号、あかん、悲しすぎる、支給受けて交代してたらしい、やべえな、万全でも青信号になることはあるんですかね、マジかよ、メジャーまでもうすぐだったのに。筒香よ、中日に来い、 PS 間に合わんやん、最初から昇格なんてないぞ、左手の指らしいな、これはチームにも痛い、健康体でも可能性ないからプラマイゼロや、恐ろしい打者だから攻めが厳しい、独立に帰ろう、応援する球団増えそう、戻ってくれば最低でも億契約やろうに、もうええやろメジャーとか、メジャーで2桁放った強打者ゆえの相手チームによる厳しいインコース攻めか、やっぱりアメリカは厳しい攻めをするね、ここで帰国したら医療費の高さにビビって帰国したと思われるから、あと 2,3 年はアメリカやね、山川筒香揃えたら中日でも優勝争いできるやろ。3番ライト細川、4番ファースト山川、5番レフト筒香、さすがに優勝するわ、来年はどこに行くのかな、はよ中日に来いよ、いつまで待たせるんだよ、吉田正尚レベル、3年後くらいに横浜でコーチやってそう、最近やっと体のバランス取れてきたとか言うてたのにな、とことん間が悪いな、 DeNA ファースト空いてるし戻れよ、帰国より独立リーグを選ぶ男やぞ、引退するまで帰ってこないよ、もう戻るか別の国に行ってもええんちゃうかな、素直にヤクルトに帰ってこい、月までないな、もう戻ってくるしかないやろ、ずっと赤だぞ。